でもね、ちょっと意識は出てきた。僕スピード緩めたら緩む。うん。まあまあですね。ちゃんと教えていくことです。その方が近道で自分が楽できます。ポチパパ。はい。水木くんとね、ちょっと散歩へ出かけようかなと思ってます。散歩行く？水木くん、これね、触ってももう怒らなくなったんですよ。はじめ怒っとってね、水木くん、これ、もう怒んないの。尻尾ブンブン。見て、この尻尾の振り方してくれなあかんのよ。この尻尾の振り方。ね。ちょってはじめもうブンブン。ブンブンブン。よそえてか。はい。ちょっとね、ワイヤーからリードに変えて、ほんで、首輪抜けするのがね、心配で、まだ首はね、きっちり締めれないんで、まず、あれしますね。スリップリードつけて、ほんで、リードに変えて、そっからスタートします。はい。すごい散歩です。この実力を見てやってください。すごい散歩です。この実力すごいですよ、この人。我が道を行くも行き過ぎっていう感じね。ちょっとリードねじれた、ちょっとね、リードねじれております。はい。ちょっとね、これはね、取りながらはちょっと苦しいね、これ。もう、コレクションレベルじゃない。匂い見つけては。これ散歩になれへんタイプね、あなた。よいしょ。取りながらは苦しいな、これ。首締まるよ、あんたねじってばっかりしてたら。締まる、首締まる、あんた。またねじれた。これえらいことですよ。ちょっとここへカメラ放置、ここへ。ね。ねじれな、また帰ってきます。そういう作戦でいこう。ちょっと待ってね、あなた。これ、えらいことなってますよ、あなた。ちょっと待って。こういう感じで置いといて。はい。ね。ね。噛む子でもこれね、噛まれんちゃうかと思うじゃないですか。余計噛まれる。だから怒ってきたらなんとかリードでかわそうっていう気持ちでね、噛まれたら仕方ない。でも噛まれんちゃうかと思ったら余計噛まれますし、前進まないです。だからもうこれをね、意思を伝えていくしかないですかって。ガムコでも。ねじれた。こうやってね。分からせていくしか仕方ないですからね。だんだんいけへんようなね、この子。ちょっと画像荒れますが、拡大でやっていきますね。とりあえず荒れた画像でだったらもう飛ばしてください。はい、行こう。ね。自由になれへんから。ね。ね。ね。真っ暗な暗闇に見えた手のひら、少しこつい優しい笑顔を初めて出会った。でね、散歩行かなくちゃ行かなくちゃと思うから余計に関係性ができなくてうまくいかないんですよ。こうやってね、僕全然散歩進んでないじゃないですか。でも散歩って何が必要かっていうと関係性なんですよ。この関係性をつかむために散歩行くんですよ。ですからこうやってダメじゃないですか。これ関係絶対できないんですよ。ほんで好き放題させていくと、この子はこう歩いてることしか思ってないんですよ。飼い主さんと散歩出てるっていうのを、分かろうとしないんですよ。ほんなら意味がない散歩、ただ排便しに行くだけの散歩になっちゃうんですよ。だから全然その関係性、犬との主従関係ができていかないんですよね。で散歩で主従関係を作るっていうのは僕よく言ってるけど、やっていくのは前進まなくてもきちっと横について意識が来てること。全然意識いてないじゃないですか。これダメなんですよね。で意識が来てること、まずね、でチラッチラッと様子伺いしてくるのが意識来てるんですよね。でそれをするかどうかっていうのも確かめながら、こう前行かないように教えていくですね。ね。で前行けへんかったらかわいそうやって、いや首きゅうきゅうに引っ張ってね、思い通りになれへんからね、首きゅうきゅうに引っ張ってぜいぜい言いながらね散歩する方がかわいそうです。はい、だからそういうふうにきちっとね散歩できるように教えてやることですね。全然散歩なってないですよ。近所の人見たらあの人何やってんやと思われるけど、それをやって確実な散歩をしていかないとダメなんですよ。もう散歩行って行ってる間になんとかなるやろと、なんとかならないんですよ。だからそれをこうやって教えていくことです。リードかむこなのね。でコレクションどころの話じゃないんですよ今。だからこうやって引き戻してこうゆすってるっていうかね、そんな刺激与えんでいいんじゃないってもう思われる方いてると思うけど、いやそうしなきゃ分かんないレベルなんですよ。だからです、僕のコレクションってこんなんです。これなんですね。でもこれでいくとセルフリーダーやっていくか、ほら、ね、だから戻すためにはこうやってシャクルっていうのかな、ちゃんという名前どうか知らんけど、こうやっていって戻すで分からせていくっていうことをやっていかないとね。ね。こうやって関係性をまず作っていくことです。まず作っていくこと。怖いですよ。僕もカムイヌ初めて散歩でこうやって教えていくの。でも初めにね、自分が犬と思ってください。初めに甘いことをカムイヌやからこう散歩だけとりあえずさそうと思ってこうやってこういう散歩もうだいぶマシになってきたね。やるじゃないですか。これでいいんやこの人になるんですよ。最初まずじゃないですか。ずっと「ほんだお前それでええ」って言うとったやないかになるんですよ。だから初めからちゃんと教えていくことです。その方が近道で自分が楽できますね。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 で一歩歩いて座らすとか、あるけど、関係できてなかったらね、遊びになったり全然先進まないです。一歩歩いて関係性できてからですね。だからまず関係作る。でまた返す。もう嫌になってきてね。よし、こうやってね、前ちょっとでも行ったらもうコレクションです。行かなくなってくるでしょ、ね。でまたなんであかんねん、なんでこれされてるんやろっていうのを犬が自ら分かるように、日本語で喋って教えようとしても日本語分かんないじゃないですか。だからこうやってね、教えていきます。でちょっと行ってみましょうか。ね、歩き出したらちゃんとでね、ね。雨の朝は土の匂い、花を撫でてきた。お昼時に雲の中顔を出した太陽、夕暮れに儚く揺れるオレンジ、気づけばでもええねんけど、自分ペースになったら絶対戻すねっていう風にやっていけばいいと思います。はい、ちょっとこれでカメラ切るまでちょっとカメラまで行かせてください。買うな遠慮して噛んでるね、まだね。ね。だいぶマシになってきたでしょ。ね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 。箸へ、これ癖で、癖。鳩。鳩飛ぶなよ、お前飛んだら、ちょっと迷惑やと、そこで飛んだら、お前。飛ぶな。あ、だいぶマシになってんね。よかった。って感じで、はい、Uターン。はい、Uターン。リード噛むからやらしいね。はい。よしね。よいしょ。ね。よし。はい。よいしょ。はい。疲れるわ。まあね、僕から言えば体重のない子、小さな子じゃないですか。だからまだね、楽だいぶなったね。で言うて褒めたらこれやお前。って感じでコツコツやっていってください。僕も頑張ります。はい。では失礼します。さよなら。バイバイ。カメラ撮ったらうまいこと歩いてるかなと思ったら、そうそう、うまいこと歩いてるやん。うまいこと歩けないか。カメラ撮れへんかったらね、動画撮れんかったらうまいこと歩いてる思って動画撮ったこれや。そういうふうに吠えられてるから余計やね。あれ。ね。上手上手。サメさん、サメさんやな。ね。ね。でもね、ちょっと意識は出てきた。僕スピード緩めたら緩む。うん。まあまあですね。はーい。はい。終わったつもりやけど iPhone で撮ってます。だいぶマシになってきたから。ちょっと一周してるんですけど、やっぱりね、初めてのとこ、初めての散歩じゃないですか、ちゃんとした散歩。この間はね、ちょっと歩いてもう抜けそうやったから、首輪がね。だからもうやめて。で、だから、ダメなんですよ。ダメなんですっていうか、やっぱり警戒心と気になることが多すぎるんで、これでね、うまく歩けないっていうのが、あると思うんですよね。で、だんだん慣れてきたらそういうのはなくなると思うんで、初めはこんなもんじゃないですか。うん、と思います。全然意識がこっちこんと、うん、周りが気になって仕方ない。うん、それはもう仕方ないんでね。うん、誰も飼い主さんもいないじゃないですか。だからね、セッションの時は飼い主さんがいてるからまだいけるんですよね。ということで、ありがとうございました。それでは失礼します。はーい。